仙巌園にある猫を祀った猫神社です。17代島津義弘が猫の目の瞳孔の開き具合で時間を知るために戦場に連れて行ったのが由来とされています。今日は北海道や神奈川など直接訪れることができない飼い主を含め69匹の猫たちの健康を祈りました。去年初めて来て、なので今年もまた来ようと思って、元気で長生きしてもらいたいので、どの子も人見知りなんですけど、とにかく甘えん坊ですね、どの子も。可愛くてたまらないです。保護猫団体から、迎え入れたんですけど、仲良しです、兄弟なんで、猫とか動物大嫌いで、だから自分でもびっくりです。自分が今一番癒されてます。もういっぱいありすぎてカメラロールに。この茶色がよく悪さします。悪さする姿はどうでした？愛しいです。猫神社では飼い猫へのメッセージが書かれた絵馬だけでなく、今年は猫をかたどった新作の薩摩切子も奉納されました。この薩摩切子は笑った猫をモチーフにしていて、肉球や尻尾も隠れています。そしてこちらの薩摩切子はキラキラと輝く猫の目が特徴です。いずれの薩摩切子も仙巌園内のブランドショップや磯工芸館で猫の日の今日から販売が始まりました。